さあそれでは山田裕貴 vs 小池和明選手の試合をお届けします。まずはミドルからです。山田選手のミドル、山田選手昨日ジャパン参戦してましたよね、確か。ですよね。なんかもう顔がもう疲れまくってますね。昨日はジャパンはどこだったのかな。京都。近場か。近場だから、あ、近場でもないか。新幹線で3時間ぐらいですかね。さあ小池選手、ちょっと力んでる感じですかね。小池選手は前回もね、京都の方で出てましたね。さあそして山田選手、さあまずはね60、いい60ですね。さあ小池選手も力が抜けてくれればいいんですけど、441からですね。山田選手60の方、狙いはいい感じで狙えてますね。100取って341残りと、はい、あっと失礼しました。140ですね。力抜けてくればいいんですが、かばしてきましたね。狙えてそうですね。301から。さあここも140と、まずまずの状態ですね。山田選手、小池選手も100取ってきました。161で17にいって60に戻ってたんですが、1に入って83残りっていうことですね。さあもう1本、さあ283残り17から。さあ66残りをどういく、10にいってのアレンジまで16に入って24残り、230残り、これ上がり目がないのでね、60絡めていきたい感じ。そしてと上がり目出せず、これは痛恨ですね。山田選手12ダブル、ぶつかったら入りますね。ナイス、ぶつけていけた。山田選手いい感じですね。いい感じなんですけどね、はい。ジャパン組もね、たくさん出てるそうです。PGC がね、かかってる、そう、かかってますんでね。9月の18日に PDC ジャパンクオリファイが福岡のティトプラスで行われます。山田選手、先行のゲームとなります。しっかり投げて100取ってきました。さあ396から376、そしてここもワンフォーク、いいですね。山田選手ね、状態なんか良さそうです。
316残り。さあ256から236残り、左サイドから100取ってきます。山田選手状態いいですね。スティールダーツのソフトダーツちょっと最近見てないですけどね、スティールダーツの状況はこのリレックしかまだ見てないですけど、フォーム的になんかいい感じですよね。迷いがない。140とって76残り、276から275から215から、まあ、ここはもう60入れるしかないですからね。20で195残り、76残り、山田選手20から、そして8ダブル、ぶつかったら入る。ああ、さすがぶつからずに出た。いや強い。いや、山田選手いいですね。止めてばは今年最高金賞受賞。これからもずっと。おいしってば。止めてば。